関西クラシック戦線が幕を閉じ、そして次世代クラシックへの幕が上がります。アサヒ杯フューチリティステークスのスタートです。ゲートが開いて飛び出した17頭でやります。まずまずのスタートかと思います。果たして先頭に行くのは、花を切ったのは6番セットアップ、5番タガノエロピーダ、7番オーサムストローク、そしてその後ろからバンドシェル、内を通りましてヤンタルマンタル、それからもう一頭ニルテンベルク、外を通って14番ジューンテイク、内から一頭1番エコロバルツ、その後ろでやりましょうか、12番タガノジュード、11番タイキバンクール、そのうちに9番クリーンエア、外を通りまして17番シトラウス、里見のキラリ、ゴールまであと800メートルだ、16番アスクワンタイム、そのうちからはダノンマッキンリー、そして外からはエンギャラブフェイス。さあ果たしてどの馬が今年の2歳王者の称号を手に入れるのか。ジャンタルマンタルは5番手、先頭に躍り出すことができるのかどうか。さあ先頭はセットアップが2馬身リード、ジャンタルマンタルが3番手、ムチが飛んだ川田とジャンタルマンタル、先頭横山とセットアップシトラウスが差を詰めてきた、外をついてシトラウスが来ている、先頭川田とジャンタルマンタル、捉えた、かわしたシトラウス、ダノンマッキンリーが2番手、1着シトラウス。1着17番、2着8番、3着3番以上のように確定しました。関西クラシック戦線が幕を閉じ、そして次世代クラシックへの幕が上がります。アサヒ杯フューチリティステークスのスタートです。ゲートが開いて飛び出した17頭でやります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行するのは何か。先手を取って1番エコロバルツ、セットアップがかわしていきました。タイキバンクール、7番オーサムストローク、外から1頭シトラウス、ヤンタルマンタル。さあ第3コーナーに差し掛かります。ジューンテイクがその後ろ、そしてそのうちに12番タガノジュード、それからもう1頭5番タガノエロピーダ、その外クリーンエア、10番バンドシェルが上がってまいりました。その外からは15番エンギャラブフェイス、そして内からは里見のキラリ、その後ろでやりましょうか、2番ミルテンベルク、ダノンマッキンリー、16番アスクワンタイム、ちょっと離れて13番ナムラフッカーでやります。さあ果たしてどの馬が今年の2歳王者の称号を手に入れるのか。ジャンタルマンタルは6番手といったあたり、先頭横山とセットアップ、外からはオーサムストローク、さらに外タガノエルピーダか、タガノエルピーダも追い込んできた、オーサムストローク先頭に立った、外からシトラウス、このまま粘れるか、オーサムストローク外から1頭ダノンマッキンリー、ダノンマッキンリーが差を詰めてきた、タガノエルピーダ、タガノエルピーダが1着、あとは写真です。1着5番、2着7番、3着8番以上のように確定しました。